来たな、ユータ。元気だった、デッカード。じゃあ、次サード。はい。わずかの間にえらく上達したな。お父さんのスキャンダル。前日を。水塚以上に穴だらけと来ているザルだ。この回なんとか2失点で抑えられたのは相手チームの勝利の女神が遅刻しているからに違いない。日曜くらいはゆっくりしたいだろうからな。悲しい坂をフル活用して登る登る。あー、あとちょっと届かない届かない。うっそー、ナイスキャッチ。そんで結局ベアーズの勝利。100円が1万円になる、まさかの大罠とか言って先輩、実際のところは強がってるだけだったり。なわけあるか。でも心理学的にはやば、おじっむね、何やってんだこのバカ。ナイスキャッチ先輩。あー、ヒヤッとした。やった、兄様。ナイスキャッチだよ、ユビー。